足利義氏は、鎌倉時代前期の武将。鎌倉幕府の御家人。足利義兼の三男。足利宗家三代当主。母は、北条時政の娘時子。武家の当領として、名を馳せた八幡太郎義家の夜叉子であり、室町幕府初代将軍、足利高氏は、来孫にあたる。足利義氏、墓所三男ながら。 性質の北条氏の所生であったため、家徳を継ぐ。そのため、修正北条氏とは婚姻であり、養殖にはつかなかったものの、和田合戦や上級の乱など、重要な局面において、北条義時、大地夫氏をよく補佐し、晩年は幕府の長老としてその派行達成に貢献した。自身の性質にも、安時の娘を迎えており、家徳も、その子である、大使に譲っている。 上級の乱で慶と鎌倉の間の東海道の三河国守護職を得て、日本の東西交流を牛耳る立場を獲得した。後に、子孫の高氏が慶の六原丹大を落とした時に、関東から鎌倉幕府勢が街道を上落するのを足利家が三河国で阻止できたのもこのためである。三河国では、源頼政の孫大川知見綱などを家臣に、 入れ勢力を拡大し、諸長氏の長氏を、ず軍キラ荘に済ませて、足利氏の文家キラ氏を誕生させた。三河守護職、陸守、武蔵守などを歴任し、任時三年出家。県庁元年、正義三法落寺を建立している。県庁六年十一月二十一日、死去した。ありがとうございます。